慮すんな、ジョンジョン食えよ。珍しいな、組長がご馳走してくれるなんてさ。まあな。あ、どうした？別に何でもねえよ。なんだよ、言いたいことがあるならはっきり言えよ。ドジ踏んじまったな。どっかランジローを舐めてたのかもしんねえ。バトルにかける思いはランジローたちの方が強かった。だからあいつらが勝てたんだ。これそういうことか。そんなんじゃねえけどよ。初心に戻って何事も全力で行くってことだ。おい、なくなっちまうだろ。